はようございます。おはようございます。こんにちは、しんけんです。あ、今日はどうしてこんなところに。今日は、はい、ついにこの後、はい、初めて深田恵美ちゃんと。あ、そういうことだったんですね。あんだけね、しみけんチャンネルでお世話になって。そうあんなにさ、はい、まあ、YouTube とか SNS で、はい、一緒してたんだけど、裸とか一回も見たことなくて、で AV で仕事したことなかったのよ。イメージ、はい、なんだろうね、同級生とエッチする前の心境みたいな感じだな。何度か会ってるんだけど、はい、そんな感じじゃなかったのに急にそれ時が訪れる。いや、いざそういう感じになると結構カメラあると逆に紛れるけどね。あ、はい、あの仕事だっていう建前スイッチがあって。ああ、そうっすね。めちゃめちゃ今日晴れてますけども。いい天気だよ。ここはね、はい、あのもうデビュー絡み4割ぐらいを取ってるスタジオですね。あ、もうこう隣のここは。あ、残りの4割は、はい、東京都狛江市にあるスタジオで、はい、残りの2割は別っていうことでね、そのデビュー絡みのスタジオでその女優さんの規模が分かるというスタジオ代が分かっちゃうっていうねもう相当な判断の話ですけど、昨日とかよく眠れましたか？それも普通に寝れましたよ。あ、本当ですか？もう普通、すごい普通。もう1万本以上出てきた中の1本って感じだから。あ、もうそこは完全にも仕事としていやそうでしょ、それそうでしょ。道中とかって、うん、どういう気持ちでこの現場に今向かってたんですか？全然変わってない、普通のルーチン。移動中はね、ラジオ聞いてるかなか、YouTube の滑らない話とか聞いて、なんかちょっとニヤニヤしながら。あ、そうなんですね。あ、言ってた方がほぐれるしさ、ちょっとバラエティーで。あ、そう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 。なるほど。ああ、でもまあ本当にエミちゃんだから特別丸々っていうのはもうゼロじゃないけどね、もうほぼない。あの坂口安里さんとかの時は緊張感かなりあったけどね。あ、やっぱそうですか。あれはもう周りの関係者が20人30人いたんじゃないとか、はい、覚えてるのね、みひろちゃんの、はい、S1 さんの一発目の絡み僕なんだけど、はい、もうスタッフの数と圧力がすごくて、はい、はよーって登場シーンがあるんだけど、はい、学生もんで、はい、登場シーンから緊張の汗だくだった。よくあれで勃起したよと思ったよ。いや、そこはもうスイッチが。ああ、はい、まあまあまあ、そうだ、うん。それは何を飲んでるんですか今？あ、これはもう勃起ドリンクですね。ああ、勃起だ。もういつものルーティン高めて、ええ、もう食事、睡眠、運動、起きしてわると EAA かと水で作ってますね、はい、そうするとね、血管拡張が起きます。撮影前のルーティーンってどういう具体的になんかあればちょっと聞きたいですね。ああ、これもね、動画結構出してるんですけど、朝起きてアミノ酸飲んでコーヒー飲んで有酸素運動してでストレッチしてで、いつもの勃起飯。勃起飯今日もね、持ってますよ。あ、いつもの。ああ、いつもの。だからくるみとかさ、もうほんといつものことよ、変わんない一日って感じ。プロテインとね、ブロッコリー、トマト、ビーツ、これは大豆で作ったハンバーグかな。で、人参と玄米。あ、入ってますね、今日もたくさん。はい、いつものルーチンです。変わりました、これ蚊が今日めちゃめちゃ暑いですもんね。暑いし、ここね、蚊がめちゃくちゃいいんですよ。もう行きますわ。お前たちにやる知らねえんだ。今日は下にチンコに血やなきゃいけない。そうですね。かゆっ。よしよし、行きますね。はい、じゃあ後ほどまた感想言います。頑張ってください。はい、はい、待ってる。お疲れ様でした。終わりたてほやほやです。よかったよ。あ、ほんですか。やっぱりね、はい、まずスタッフの数が多い。生配信もしたから、はい、20人以上いたな。20人ですか。20人以上いた。いいや、22かな。めっちゃエロいね。結構こう喋ってたりゲラゲラするからさ、はい、結構エロいスイッチ入んないかなと思ったんだけど、キスして、うん、最初はなんかスタッフさんとかまだいたからさ、照れてたんだけど、途中からスイッチ入ってめちゃくちゃエロい空気になって、なんかお互いに恋人なんじゃないの。俺は思ってたけど、向こうはどう思ってるかね、思っちゃって好きになっちゃったね。で、あとふわふわしてて吸い付く系
お尻の割れ目が浅い系のメイキですね。僕常々外見で分かるメイキテストみたいなのがあるんだけど、お尻の割れ目の浅い人はメイキ。えみちゃんお尻割れ目浅くて。撮影前予想してたんですか、どういう感じなのかっていうのは。うん、パイパンで股関節硬い系、ほら細いじゃん、痩せてるから硬い系かな。あとそんなに濡れとかも排水分率がいいんだろうね。あと筋肉質だったね、締まる系素晴らしかった。あとお口もうまいね、よだれの量が半端じゃない。僕いつも言ってるでしょ、お口にする時のコツは接地面、手の動き、よだれの量、その3つが完璧だったね。最後は、まあ、顔だったんだけど、顔に出したんだけど、明日死ぬんじゃねえかなっていうぐらいで、ね、ブシャーって今年で一番出まして、終わってちょっと素に戻ってくるじゃん。照れくささはありつつもその良さの方が強かったから、次会う時になかなか、いや次はもう普通、普通でもこんな感じでですこの前ありがとうね、あそういう感じだと思ったよ。これ発売というか10月だって。10月、うん、今5月でしょ、はい、だから5ヶ月後か、だいぶ先ですね。まあ、新法があるからね。ああなるほど。本当だったらもう配信とかだったら取って出しでさ、うん、編集してね、フォーサリングして配信だったらすぐ1週間出される。楽しみにしてます。歴史的な日に立ち会えてよかったですそんな歴史な感じですか。ありがとうございました。本当に今日この後は撮影ですか。この後もってます。でもライフスタイル行きましょう。すごいですね。行ってきます。お疲れ様でした。です。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけでお金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくできない。デートの時にね、チャリーンチミケンチャンネル更新しましたってまずい雰囲気流れる。いやでもね、お願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%。 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも目力も上がってみんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録ここポチッとよろしくお願いします。